道路交通情報は篠崎さんでした。レディオイルミネートがお届けするフィールエクスプレス、さてここからは流行に流されず今心に響いている人や物をご紹介するフィールグッドのコーナーです。案内人はユニクロのジョガーパンツの購入を迷っているところを、どうしたらいいかなという気持ちをトランキーロあっせんなよとまたもや落ち着けている MC 鳥です。よろしくお願いします。はい、先日ね、マツコさんのマツコデラックスさんの番組ですかね、で、まあ、岡田和親特集といいますかケイオス特集というのが出てきてですね、ちょっとロスインゴベルナブレスデハポンの特集がなかったので、まあどうしてもね、なんか前回もトランキーロ使ってたんですけど今回もトランキーロ使ってしまいたくなってしまったということでね、ちょっとトランキーロ推しで行ってみたいと思いますね。まあ、ユニクロのジョガーパンツね、なんかなんていうんですかね、カジュアルな外出着というかジャージの代わりぐらいな感じでね、ちょっと外出するときには良さげなものだったので、まあ、購入ちょっと迷ってるんですけどね、どうしようかなというところでございます。はい、もしあれだったらね、道路交通情報の篠崎さんと一緒に買ってですね、ペアルックなんかどうかなというところでございますね。篠崎さんよろしくお願いしますということで、はい、まあ、そんな私が今回ご紹介するのは、前回に引き続きですね、前回ご紹介した商品に引き続きこちらです。バルミューダザ・ポット。はい、前回はですねバルミューダザ・トースターをでねご紹介したんですけれども、今回はこちらのポットをご紹介したいと思います。まあ簡単に言ってしまうとですね、ザ・ポットっていう名前なんですけど、まあ電気ケトルのことです。はい、まあ電気ケトルなんですけれども、まあこちらをね、なぜご紹介するかというのはね、もう一発でもう見た目で惚れてしまいました。まあ実際ね、これ私ね、製品とかね、買ってないんですよ。というかまだ発売されてないというか、予約してもまだね、誰も手元には届かないような状況なので、まああれなんですけど、もう見た目で一発で惚れてしまったので、今回ご紹介しようかなと思っております。で、こちらもまたね、バルミューダのサイトからですね、製品情報のご紹介をしていきたいと思います。バルミューダザ・ポットは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルですと。もう単純にこれだけなんですよ。もうで本当ね、シンプルにこれ電気ケトルなんで、まあ、そんなにね大した説明はないんですけれどもまあなんていうんですかね、今まで皆さんが家電売り場とかで見てらっしゃった電気ケトルとはちょっと違っててですね、まあ、コーヒー店とかですねにあるような形をしてるんですね。まあこれ一般的にはそのドリップケトルって言ったりとかですね、コーヒーポットって言ったりするらしいんですけれども、注ぎ口がねこうちょっと細長くてですね、 S 字を描いてるような感じの夜間のことを指してるんですね。相棒とかのね、片山右京さんとかがね、こう高く持ち上げてこうお湯を注いだりしますよね、紅茶入れる時とかに。まあ、あんな感じで使う時の夜間にぴったりっていうやつなんですよね。はい、まあそれでわかるかどうかあれなんですけどもまあコーヒー店とかによくあるですね、ドリップケトルでございます。はい、でこちらなんですけれども、まあ、収納スペースを取らない 600ml のですね、ちょうどいいサイズということで、最高のそぎ心地を実現したノズルとハンドルの形っていうのが特徴的な電気ケトルになっております。はい、でこちらなんですけれども、この開発に至ったね経緯、またサイトのストーリーというところに載ってましたので、こちらもちょっとご紹介したいんですけれども、ハンドドリップでコーヒーを入れてみたいと思い練習してみて感じたのは、世の中の夜間や電気ケトルの使いにくさでした。最高の注ぎやすさや湯切れを実現するノズルやハンドルとはどんな形なのか、多くの試作品を作りバリスタの意見も取り入れて、ザ・ポットは現在の形になりました。ハンドドリップでコーヒーを入れるのはそれだけで楽しい体験です。もちろんお茶やカップスープ、ヌードルなどお湯を使う様々な場面にも、キッチンやテーブルでの体験がもっと嬉しくなるようにデザインしましたということでですね、実際このストーリーというところのですね、特にこの部分なんですけれども、ハンドドリップでコーヒーを入れるのはそれだけで楽しい体験ですとね、そのコーヒーを今までは多分こうインスタントコーヒーとかだったら、まあ豆というかね、パウダー粉とかを入れてお湯を注いでスプーンでカラカラカラーンと回したら、まあ家で簡単に飲めてましたよという状態だったとは思うんですが、そのコーヒーを入れるという行為、これをですね楽しもうじゃないかということなんですよね。
そんなもん楽しんでられるかよと思ってねいらっしゃる方もいるかもしれないんですが、これねやっぱりそういう一つ一つの動作というかですね、所作というかですね、そういったものを楽しめるようになるとですね、生活がねやっぱりちょっと豊かになるかなと僕は思ってるんですよね。で実際今このなんていうんですかね、便利な時代になったので、全てが時短ね、で進んでるような、ね、時間を短縮で進んでるような社会の中で、まあ、何か一つのことにしっかり時間をかけてね行うっていうのはやっぱそれは素晴らしい体験を生むんじゃないかっていうことなんですよね。で実際僕もそう考えていたので、僕の場合はですね、サイフォンっていうやり方なんですけど、フラスコみたいなのが2つね上下にあって、下のお湯が上にボコボコボコって上がっていってコーヒーを抽出すると。で抽出したらその上がっていったお湯がその下のフラスコにシューッと降りてきて、でそれをこうカップに ついで飲むというサイフォンっていうのを一式揃えてですね、コーヒーを入れたりしてます。はい、まあ、やっぱね時間と手間はすごくかかるんですけど、まあ、その出来上がるまでのやっぱりワクワク感とかね、そういったのにはなかなかね変え難いものがあるかなというふうに思ってるんですね。はい、でこの考えられたデザインっていうことなんですけれども、まあ、最高のハンドリングと注ぎ心地ということで、研究し尽くされたハンドルと注ぎやすいノズルの形が気持ちいいくらいの注ぎ心地を実現しましたと。コーヒーのハンドドリップはもちろん湯を注ぐことが今よりもっと楽しくなりますっていうことみたいなんですね。まあ、これはちょっと使ってみないとわからない部分なんですけれども、その湯切り、注目したいのはその湯切りの部分ですよね。湯を注ぐことが楽しくなるっていうところなんですけど、まあ、気持ちいいぐらいの注ぎ心地と湯切りですね、これがどれぐらいできてるのかっていうのはちょっと買って試してみるしかないかなというところでございます。あと一つですね、デザインの特徴的なポイントとして、この電源がね入ってるかどうかっていうのを握るねグリップハンドルの下の方がちょっと透明になってまして、そこにねこうランプが出てるんですよ。でそこがねどこからでも見やすい明かりということで、まあいろいろな角度から見やすい電源ランプは小さなネオン管を使った独特の優しい明かりということですね。で湯を沸かすほんの一瞬も豊かな時間になりますということでですね、まあこちら、まあ、優しいネオン管の明かりがですね、電源が入ってるかどうかお知らせしてくれますよということみたいなので、まあ、そこでチェックしてみてくださいというところですね。はい、まあ、これ、まあ、ここもねやっぱちょっとサイトなどをご覧いただいて、バルミューダのサイトなどをご覧いただいてデザインちょっと見ていただくしかないかなとは思うんですけれども、まあね前回のあのバルミューダザトースターでもご紹介しましたけれども、まあ、これもねどちらかというとまあ、ヨーロッパテイストな感じがやっぱするんですよね。なのでバルミューダザトースターとのですねこれ最強コンビなんじゃないかなと。まあ使わなくてもねインテリアとして置いておくだけで眺めていく いるだけでも満足度が得られるっていう素晴らしい製品かなと思っております。一番いいのはねそのトースター、バルミューダザトースターとのセット購入なのかなというふうに思ってます。何ですかね、モダンクラシックな状態になってるので家電なんだけどね、なんか本当にねちょっと独特な雰囲気を持っているっていうデザインが素晴らしいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんバルミューダのサイトねチェックしていただけたらなと思います。でこちらあとですね、バルミューダさんはですねトースターの時もそうだったんですけども、トースターの場合はねどんなトーストが作れるかとかねレシピがサイトに掲載されていたんですが、こちらのザ・ポットに関してはいろんなですねコーヒーだったりとか紅茶だったりとか日本茶だったりとかの入れ方の、サイトがね掲載ページがねあるんですよ。でそちらの方でもねこうペーパードリップ方式とかエアロプレス方式、フレンチプレス方式、ペーパードリップ方式言いましたね。はい、こちらでコーヒーを入れるときにはどんな点に気をつけてやったらいいかとかですね、紅茶日本茶入れるときにはどういった点に気をつけてやったらいいかというのもですねこちらサイトの方にですね掲載されてるんで、まあ今までねただ単になんとなくお湯を注いでいたっていう作業をちょっと見直してみるっていうだけでももしかしたら日常の中にね新たな発見があるかもしれないっていうことですよね。これ俗に言う多分小さな幸せってやつだと思います。はい、一杯のコーヒーに小さな幸せっていうのをね毎日たくさん詰め込んでいけたらきっとね幸せな毎日が送れるんじゃないかなと勝手に思っております。はい、そしてですねこちらそのコーヒーをね入れるためのセットも実は一緒に販売されておりまして、オリジナルドリップセットというものが
用意されてるみたいです。耐熱ガラスとかではとかですね、ガラス製品では有名なハリオという会社があるんですけれども、このハリオとどうやらですねコラボしてやっているみたいでございまして、まあ、円錐型のですねドリッパーだったりとか計量スプーン、そしてバルミューダのオリジナルメモリ入りトールビーカー、そして円錐型のペーパーフィルター、こちらがワンセットになってお値段税別3900円で発売されていると、一緒にね。なのでオリジナルドリップセットも一緒に買うと、それだけでドリップコーヒーが楽しめるっていうね、豆とかはねご自身で用意していただいてという形になるかとは思うんですが、まあ、こちらの方も一緒にね、もしちょっとね贅沢なコーヒーやってみようかなっていう風に思う方は一緒に買ってみるのもいいんじゃないかなと思うんですよ。はい、お店でねそういうのを楽しむのもいいですし、ご自宅でそういうのも楽しむのもいいのかなと思ってます。はい、お店ってなんていうんですかね、お店ってお店の雰囲気込みでね楽しむっていう楽しみ方だと思うんですよね。でその一杯のコーヒーだけを楽しむっていうスタイルだったらお店でもいいし家でも楽しめると思うので、ぜひオリジナルドリップセットもおすすめかなと思っております。はい、こういったね製品を使ってどう楽しむかまで提案するっていうバルミューダ、やっぱね素晴らしいなと思いますよ。はい、で実際にこのバルミューダザポットに関してはですね、2016年の10月21日発売予定でございまして、現在は予約受付中という状態になっております。でオンラインストアなら全国送料無料でお届けしますというふうにサイトには書いてあります。でお値段としては11,000円ですね。税別11,000円という形になっております。まあ電気ケトルね、まあ安いの探せば当然5,000円以内でね買えるとは思うんですけれども、先ほどの例えばオリジナルドリップセットですか、こちらとですね一緒に購入すると、まあ1万5,000円、消費税入れてくると1万6000円とか近くになるんですかね、なってくるのかなとは思うんですけれども、まあこれでワンセットポンって揃えることで、先ほど言ったようなコーヒー一杯に楽しみを見つけるとかっていう時間もね持てるのかなって思うと、まあ、そんなにこれも高くないんじゃないかなっていうふうには思っておりますので、ぜひちょっとご興味のある方はですね購入してみてはいかがかなというふうに思っております。はい、まあ私はねちょっと1万1000円がねなかなか1万1000円がなかなかね手が出ないっていう、まあ買えるんですけどね、今まあちょっといろいろあってね1万1000円悩んでしまうっていう感じになってるんですが、まあいずれザポット私はね買うことはもう間違いないかなとは思ってますので、はい、皆さんもよかったら検討してみてください。もうこのねバルミューダザポットがあることによってね、こうあったかいコーヒーを飲むっていう形でホットに過ごせるだろうし、その見た目がかっこいいっていうことでまさにクールって感じですよね。つまりこれで今年の冬はホット&クールに過ごせますよ。はい、ということで今回ご紹介したのはバルミューダザポットでございました。続いてはお天気情報、原田さん、僕がこのザポットで美味しいコーヒー入れますから、お互いホットな仲になりましょうね。